何これ。羽のように伸ばして腕を上下に上げ下げ上げ下げ。聞いたことあるなこれ。河川敷で自爆霊の猫の妖怪が女子高生と戯れていたんですよ。それはもう楽しそうにイチャイチャと。あいつ何やってた、許さんぞお前も混ざりたいの、わかるわその気持ち。俺も混ざってこよう。あいつ車に跳ねられるくらいで死んじゃうなんてダサ。はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回からまた新たなメインストーリーが始まりました。テレビのアナウンサー、現在大型台風が接近中です。こちら日本列島を縦断するコースを取り。台風来んのか。台風いつ来るんだろう、大きいのかな。わかるよその気持ち、なんかテンション上がるよね台風って。ほうほう。また桜ニュータウン近辺において珍しい現象が報告されています。晴れのち雨のち晴れのち雨というように短い間天気がコロコロと変わり、変わりすぎだろう、おかしいだろう。あら、これって異常気象、先の台風となんか関係あるのかしら。これ妖怪の仕業じゃないか。大丈夫、今日は楽しみにしていた漫画を部屋でのんびり読むって決めてるから。何の漫画読むんだ。え、何これ。羽のように伸ばして腕を上下に上げ下げ上げ下げ。聞いたことあるなこれ。三角筋に効くんだ、もちに散歩。これ聞いたことあるな。ウォッチに散歩。うわ、これ腹立つね。横でこれやられたらものすごく腹立つわ。踏んでやるぜ踏んでやるぜ。ほほ、速くなった。イエーが腹立つな。あのちょっと静かにしよう、今漫画集中してるんだからさ。これなんか聞いたことあるね。俺聞いたことあるし、やったこともあると思うわ。気持ちいいですよ。妖怪ブリーズビートキャンプは。絶対聞いたことあるやつだよね、これ。パクリっていうやつかな。そんなの勝手でしょ。第一、猫は静かに寝るのが普通だよね。さらに言うと、居候だし。ほほほ、なにこれ。ペペペペット？つまり俺が飼い主ってことだよね。俺っちゃ居候でもペットでもないにゃん。切れてる、喧嘩してるね。じゃあ何？うぬぬ言い返せねえのかよ。そこは妖怪でいいだろ。自爆霊の猫ですよ。飼い主にダサって言われた。エミちゃん来たねやめたれ、トラウマをえぐるな。ジバニャンのかわいそうになってきたわあは泣いてるよものすごく。ピーマンくんなんてひどいこと、てめえだてめえ。思い出させてるのはウィスパーでしょ。とにかく猫は猫らしく静かにして。俺っちゃ何人たりとも指図することは許さないにゃ。切れてるね。おお、珍しく喧嘩してるね。メンチビーム。ママ二人とも。犬は人に懐くけど、猫は家に懐くにゃ。猫はむやみに人間懐いたりなびいたりしないにゃん。あっそう、ものすごく切れてる。もういいにゃん。あら、ジバニャンが出ていったよ、これ。珍しい喧嘩だね。ピーマンくん、ジバニャンを探しに行かなくていいんですか。切れてるね。頑固だな。まっすぐ戻ってくるでしょうけど、これで下でまんじゅう食ってたら一番おもろいわ。OK! はい、キークエストから始まるんですね。はい、わかりました。じゃあキークエストの方解決していきましょう。キークエスト何になるんでしょうかね。3つありますね。今回2つやっていきます。ジバニャンの秘密。あ、これちょっと気になるね。ちょっとしたことでジバニャンと喧嘩、ジバニャンと喧嘩、ジバニャンはそのまま家を出てしまった。ほっといてもそのうち帰ってくるかな。それともウィスパーと一緒に探す。昼の間なら意外とすぐ見つかるかも。これどんなんだろう、
どうな、なんかジバニャンの秘密がわかるのかな、過去のこととか。まあいいや、じゃあ今回ね、こちらの方をプレイしていきます。ジバニャンの秘密ですね、行きましょうか。とりあえずウィスパーに話を聞いて行きましょう。ジバニャンどこ行ったんだろうね。あんな喧嘩で家出なんてバカらしいですしね。でもちょっと言い過ぎたかな。普段憎たらしいけど、いなくなるとちょっと心配だよね。普段から何してんだあいつは。居場所がわからなくてもメダルで強制的に呼び出すって手がありますが、それじゃあ余計にこじれない。確かに呼び出し拒否もありますしね。では地道に歩いて探すとしますか。うん、どこに行ったんだろうな。はい、行きました。じゃあジバニャン探していきましょう。いやー、さっきジバニャンが川の方に猛ダッシュしていったよ。川？僕も逃げ足の速さには自信があるんだよね。今度一緒に競争しようかな。ありがとう、土の子。オーケー、川にやってきたぞ。ジバニャンいるか？あ、妖怪いるね。地面犬に話を聞こう。河川敷でジバクレイの猫の妖怪が女子高生と戯れていたんですよ。それはもう楽しそうにイチャイチャと。あいつ何やってた？許さんぞ。お前も混ざりたいの？わかるわ、その気持ち。俺も混ざってこよう。あいつ許さん。お、またいる妖怪。グレリン、最近天気が荒れるってかよ。地下水道に入るのはやめた方がいいぜ。あ、勘違いすんなよ。縄張りに近づきたくねえだけだから。優しいやつだな、お前。さて、あ、いた、ジバニャン。いるね、あんなとこに。母さんちょっと隠れて見えないけど。これがまさかのエミちゃんか？にゃにゃ、大人っぽくて優しそうな女子高生だにゃ。変態じゃねえか、こいつ。それにしてもなんだか懐かしい気分になるにゃん。思い出すんだね。大変ショックな光景を目撃してしまいましたが、ショックすぎるわ。あれも移り気な悲しい猫の坂ですから、そんな落ち込まな。そうだね。だってもうチョコ棒もなくならないし、漫画の邪魔もされなくて済むし、いいとこずくめじゃん。うわ、ひでえ。ピーマン君、それはあまりに、あまりに。あ、ダメだ、やっぱりまずい。お？あの人たち悪いよ。そこ？おお、また金と銀来たね。見つけたぞ、あの少年連れていた妖怪じゃ。そうじゃな、金。しかし疑問じゃ。過去の妖怪どもなら、ともかくあやつらはわしの敵ではなかろうに。なぜ元締め様は未だにあの少年を気になさるのじゃ。それはわしらの考えることではない。言われた通り、あやつらの周りから忌まわしき妖怪を消し去るのだ。うむ、それがあの猫の妖怪のためでもあるしの。おお、ギャーニャーン。あ、消えた、ジバニャーン。なんか金と銀がロケット弾ポジションに見えるね。ロケット弾的なポジションにね、ポケモンの。どこ行ったんだ、連れ去られたね。あ、にゃー、なんか異空間だよこれ。どこに行った、ジバニャン。いたたたにゃん。ん、にゃんがうまく立てないにゃん。暗闇全く見えないね。お？あ、これ猫になってるじゃん。ねえ、四足歩行だよね、ここに映ってるな。どうなってるにゃん。俺っち普通の猫戻ってるにゃん。それにここは俺っちが昔エミちゃんと住んでた家にゃん。まさか時間が戻ってないか。あ、もしかしてあの時一体どうすればいいにゃん。これはちょっとジバニャンの過去ですね、気になるね。エミちゃんいるかにゃん、探してみるにゃん。これますか。ジバニャンを操作するんだ。猫のジバニャンだ。霊じゃない、妖怪じゃないジバニャンだね。つん、かわいいね。ちょっと頭でかすぎる気がするけどね。オッケーオッケー、下に降りよう。エミちゃんいるかな。違うって言ってるでしょ。エミちゃんいましたが。これエミちゃんだよね。その声はやっぱりエミちゃんかにゃ。いつも遊んでばかりいるからこんな成績になるのよ。違う、お腹が痛かったの。
どんよりまたお前か。どんより抜きましたね。お母さん、あなたをそんな嘘つきな子に育てた覚えはないわよ。嘘じゃないよ。なんで信じてくれないの。もういい。どんより犬。あの、危ないね。赤丸、あ、ジバニャンじゃないんだ。まあ、違うよね。それは違うよね。名前ではないよね。ジバニャンは妖怪になった時の名前ですから。赤丸って言うんだね。エミちゃん、あいつのせいにゃん。俺ちが話をつけるにゃん。なんか話してるね。聞こえてないにゃん。そりゃそうじゃん。私、嘘なんかついてないのを信じてくれないなんて。お母さん、ダサすぎ。だからあれはあいつのせいにゃん。って聞こえてなかったにゃん。赤丸、やっぱ私のことを分かってくれるのはお前だけだよね。エミちゃん。車に跳ねられるくらいで死んじゃうなんて、ダサ。この真相がわからないよね。これなんでこんなこと言ったんだろうね。そら傷つくよ。自爆霊にもなるよね。こんな優しいエミちゃんがあんなひどいこと言うなんて謎にゃん。まさかこれ妖怪の仕業だったのか。きっと何か訳があるはずにゃ。でももしかして本当は。そうだ赤丸、気晴らしに外行こっか。まあ、ちょっと謎ですよね。あのセリフだけ聞くとエミちゃんがどえらい悪い人物に見えますからね。お、私ここ好き。空が自分のものになってるって感じするから。そうにゃん、気持ちいいにゃん。あのさ赤丸、私学校では委員長とかやってるじゃん。だからね、みんなから頼りにされる人でいなきゃって。でも誰も愚痴とか言えなくてさ、いつも赤丸に聞いてもらってるの。いいよね。うん、そうか、ありがとう。ねえ赤丸、お前はずっと私と一緒にいるんだよ。可愛がってくれるご主人を大切にするのが猫ちゃん業界の常識だからね。わかった？ほうほう。で、一夜明け。赤丸、呼んでるよ、エミちゃん。行ってみようか。あ、話しかけよう。ねえ赤丸、ちょっと買い物に付き合ってよ。赤丸にもいいもの買ってあげるからさ、いいでしょ。断ることもできんのか。にゃんにゃん、にゃんでいいでしょ。牛、また自転車で飛ばすかな。振り落とされんなよ。ほうほう、買い物してるね。ジバニャンが、赤丸がバッグの中に入ってる。いいのか、入れて。おーおーおお、ほのぼのしてるね。猫にチョコっていいの？わあ、綺麗な服。ペット選び、それ自分で言うのか。それ自分で言っちゃう？赤丸。幸せそうだね。ずっとこうしていたいにゃ。で、また一夜明け。もう普通の猫だね、これ。ジバニャンじゃねえな、もう猫だ。探しに行こうか。また下に行こう。あ、いるね。あれ、赤丸？もしかして赤丸も一緒に来たいの？どこに行くかわかりませんが、行ってみましょうか。そっかそっか、最近ご主人様はべったりだな、お前。それじゃあ行こっか。もう何ら犬と変わりないくらい懐いてるね。あ、ちょっと待てよこれ。それでさ、聞いてよ赤丸、お母さんたち急にそういうこともあるよね。だって今までずっと信じてくれなかったの、これってダサくない？にゃにゃ、口癖なのか、ダサっていうのは。ただこれ、ジバニャンがトラックで敷かれたとこやってきたよね、交差点。あ、ミキ、さやか、青信号になったね。青信号になってるよ。横ちゃんと確認して、左右確認して、にゃ、
トラックだ、なんか取り憑かれてる。まずい。そっか、そうだったにゃん。全部思い出したにゃん。あの時素早い俺っちがどうして車なんか跳ねられたのか。猫よ早まるではない。なんか来た、神の声か、誰にゃん。あ、金と銀だね。一度までならず二度までも人形を助けるため身を投げ打つとは、なぜ過ちを繰り返そうとする。それは君たちにはわからないんだ。我々はお前にチャンスを与えたのだぞ。これぞ、これで妖怪などならずに済むのじゃ。もう一度よく考えるのじゃ。必ずや後悔することになる。俺っちは絶対後悔しないにゃん。俺っちはやっぱエミちゃんが大好きにゃん。おうわーにゃんで。で、こうなっちゃうわけか。あ、これでジバニャン誕生ですね。一応悲しいシーンなんだけどね。どうしちゃったの赤丸。赤丸もしかして死んじゃったの。これはちょっと悲しいな。そっか、俺っちここで死んだにゃん。赤丸、私を守るために自分が死んじゃうの？車に轢かれたくらいで私の前からいなくなるの？そんなの？ダサって言ったね。ダサいよ、ダサすぎるよ。泣いてるね。なんでだよ、赤丸。赤丸ありがとう。お別れにゃん。別れですね。こういう感じだったんだね。エミちゃんはただこう、まあ、ものすごいひどいセリフですけど、あれだけくり抜いたらね。ただエミちゃんという人物を見ていれば、別にあれは悪いセリフではないんですな。あ、降りてきたね。ズコニャン。うわ、感動台無しだ。もっとかっこいい登場しろ。うわ、混乱してるよ。あ、出た。うわ、出たって。あ、出たってひどいな。なんか悪い言い方だよ、ものすごく。あいたたた、なんか不思議な体験したにゃん。でも、すっきりした気分だにゃん。いますね。残念ながら、あの猫の妖怪はあの少年から引き離せなかったようじゃ。今回の一件も、乙姫様には何と報告すべきかの。いや、愚かな猫の話など報告するまでもあるまい。うむ、確かにそうじゃ。回転する必要性ねえだろ、お前。もうポンって消えろ。ジバニャン、ごめんね。あ、仲直り来ましたね。こちらこそごめんにゃん。俺っちもう少しいい猫になるにゃん。猫ではないけどね、もう。もう猫ではないんだけど。家にいさせてもらってるの、ちょっと生意気だったにゃん。分かってくれたんだね、ジバニャン。はい。よし、帰ったりしょん、チョコボを食べようか。あれ、それはいいにゃん。あ、ん、どうしたの、ジバニャン。にゃ、そのチョコ棒なんだけどにゃ。ジバニャン、まさか。うわ、食ってんのか、こいつ。この化け猫、うわ、ひでえ。猫には自由に食べる権利あるにゃ。俺っちゃそれに主張するにゃ。うわ、まただ、これ、また喧嘩するんじゃない。はい、終わりましたね。ジバニャンの秘密、バッチリ解決でございます。んーまあね、これほんと気になってた部分だったんでね。まあ知れてよかったね。こういうことがあって、エミちゃんとホニャララがあってみたいな。はい、レベルも上がって655経験値もらえましたね。思い出の鈴。ボーナスチャンスは当たるか頼むぞ。どうだ？おお、またドヤ顔。いいね、はい、無事当たりました、ゴツさんです。さよなら天使ちゃん。はい、一つ目のキークエスト、ジバニャンの秘密、無事ね、終了いたしました。感動できますね。いいですね。よかったよかった、ジバニャンの過去を知れてね。じゃあ今回この日で実況の方終了いたします。次回の実況では忘れ物を追いかけて、こちらの方ね、実況していきますので、もしよかったら見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。